こんにちは。ウェブ集客5つの神器、4つ目ですね。ステップメールについて見ていきます。ステップメールという言葉聞いたことある方多いんじゃないかなと思うんですけれども、どういったものかというおさらいですね。どういうものか。あらかじめ設定された内容が決められた順番で送信されるメール配信の仕組みということですね。また通常ね、メルマガというと、毎日書いてね、送るわけですよね。でそれって、別に元からこうセットできてないわけですので、その時にね、日に日に送られてくるわけです。でもこのステップメールというのは、あらかじめこういう順番で書こうとかね、こういう順番で伝えようとか、こういう順番でね、教育をしていこう、見込み客を教育していこうっていうふうに、あらかじめ順番と内容を設定して、自動でね、送られる仕組みなんだということですね。でもね、このステップメール機能を使うということは、伝えたい内容、例えば最初にこれ伝えるとか、で、2回目にこれ伝える、伝えたい内容っていうのを、またね、言い方悪いですけども、放置しておいても自動的に登録した人に伝わっていく。これがステップメールということですね。どうしてもね、最初にこれ伝えたいっていうのはあるわけですよね。で、最後の方でね、こういうことを伝えたい、あるいは商品を提案したいっていう順番がね、あるわけですよね。で、とても順番って大切ですので、このステップメールをいかに使うかってことがね、肝になってくるんじゃないかなと思います。で、ビジネスモデルの第一図で言うと、接触のところですよね。ステップメールっていうもので、接触をして、あるいは商品の提案とかね、紹介をできるということになりますので、接触のところで使うんだということですね。で、ステップメール。なぜやるといいかっていうね、なんでステップメールやるのか、メリットについて見ていきます。一つ目ですよね、見込み客と接触できる。今ビジネスのね、第一図の中で接触のところにね、ステップメールあったと思うんですけれども、一回ね、見込み客、あなたに興味のある見込み客を集めて、そしたらね、それ放置ではもちろん育っていきませんし、ニーズとか欲求というのはかきたてられませんので、教育をしていく必要があるわけですよね。見込み客にひっくり返し、こちらから接触していくと。で、ここステップメールというのは自動ですので、接触して、教育とか価値観を伝えていくということですね。で、見込み客を正しい順番で教育できるということがメリットですよね。最初にこれ伝えなきゃ分かってもらえない話って往々にしてありますよね。教育の順番でいきなり大切だとは分かっているんだけれども、人はね、大切だって分かっててもできないことってたくさんありますので、それを伝える前の前置きとかって大切になってきますよね。ですので、そのね、正しい順番で伝えることができる。でいわゆる教育ができていくってことですよね。これ自動化できると。動かなくても、こちらがね、一回設定してしまえば、もう自動的にそれがね、送られるので、教育されていくってことです。で、こういったメリットがあります。で、先ほどからね、教育をしていくと。接触をして見込み客に教育をしていくって言ってたんですけども、このステップメールにおいて教育の考え方がとても大切になってくるので、こちらをお伝えしておきます。で、教育って、教えると育てるって字がありますよね。これ何が違うかっていうと、教えるの方はですね、商品とかサービスに対するニーズを教えるんですね。まだね、こう、あまりにもね、こう、顕在化されてない人って言いますよね。自分のニーズが、例えば今すぐね、例えばコンサルティング受けたいとか、セミナーに行きたいって、ニーズがまだね、顕在化していない人がいます。で、潜在化しているわけですけども、その人に商品とかサービスね、商品サービスを提案するのではなくて、こういう悩みありませんかとかね、こういう課題ありませんか、それはね、こういう考え方にすればいいんですよということで、あなたへの、ね、興味とか関心でニーズを高めていくんですよね。そうすることで、このニーズを教えると。で、育てるの方はどういうことかというと、見込み客の価値観を育てるということですね。で、このビジネス頭でね、考えていると、ついついね、この教えることばっかり目がいってしまうんですけれども、例えばあなたのね、理念とか、そういったもので価値観っていうのをね、共感してもらわなきゃいけないわけですので、そういった部分でね、見込み客、価値観を育てる。例えばこういう働き方でね、こういうビジョンがあるっていうふうに価値観を育てていく必要がありますよということです。ニーズと価値観ってことですね。ステップメールをじゃあね、やっていく、必要性は分かったということで、どういうふうにやっていくか、基本ポイントについてお伝えしていきます。はい、それはですね、一つなんですけれども、7の倍数で送るように設定するということですね。例えば7日間とか14日間とかね、いうことで21日間とか、そういった形で7の倍数で送るように設定するんだということです。で、これね、続いての話に行ってしまうんですけども、順番があるんですよね。計7通なんですけども、これはね、7の倍数でね、1つの例をとって7通で送るんですけれども、なんで7がいいかというとですね、例えばね、日曜日に見た人、
日曜日に例えばそのメールマガジン、ステップメール、まあ、なんかに登録したわけですよね。無料のね、プレゼントを登録したかもしれませんよね。メールマガジンに登録したと。日曜日に登録したとします。その人の生活パターン、行動パターンは、日曜日にそういった情報を得るとか、そういった情報を見る時間があるんだってことになりますよね。なので当然、そのね、提案もその同じ日曜日にした方が見てもらいやすいわけです。ですので、7の倍数でね、やってもらった方がいいわけですよね。月曜日に見る人がね、月曜日にメールチェックをね、一気にこう情報収集するっていうと習性がある人は、もちろん月曜日にね、同じ7日後に、あるいは14日後、21日後に提案をしたわけ、方が見てもらいやすいわけですので、7の倍数でやってほしいってことは、こういうことですね。で、こちらも出てますけども、どういう順番で送ったらいいのかってことですよね。ただね、ステップメール自動化できるって言っても、やみくもに送ったらいけないわけです。正しい順番がありますので、こちらテンプレートになりますので、こちらを参考にステップメールを設定してみてください。1通目どういうものを送るかっていうと、ニュースを送りますね。で、ついついね、やってしまうのが、1通目にね、初めまして誰々ですってプロフィールを送ってしまう方がいるんですが、最初興味ないですよね。最初プロフィールを送られてもなかなか興味っていうのは出ませんので、最初やっぱニュースとか今まで知らなかったもの、新しさとか、まあ、役に立つ情報っていうのを1通目に送って、で、送った後に、まあ、信頼をね、勝ち取るために、プロフィールであなたのね、専門性とかを伝えるわけです。で、3通目に、先入観への反論ってありますけれども、まあね、人っていうのは何かしらこう先入観っていうのがあるわけですよね。例えばね、集客するにはね、例えばブログだけやればいいんだとかね、ブログやればいいんだ、YouTube やればいいんだ、ということありますけれども、それ違うんだよと。例えば、広告と組み合わせて初めて効果が出るんだよとか、いうふうな形で、あなたの独自の意見を反論という形でね、まあ、反論っていうのはね、こう強くいくっていう意味合いではなく、その先入観に対してどういうふうな、ね、考え方があるのかっていうね、まあ、新しいアイデアを教えてあげるということですね。で、ストーリーで未来を見せる4通目ですけども、例えばこれ先入観で、ね、反論しますよね、3通目で。で、4通目では、例えばね、ブログだけではダメなんです。広告を組み合わせることが必要なんです。で、広告を組み合わせるとこういういいことがありますって、ベネフィットをストーリーで見せるんですね。ストーリーで未来を見せるわけです。明るい未来を見せてあげればいいわけですよね。そうするとやるね、モチベーションとか上がってきますし、そのね、話に対する腹に落ちやすいわけですよね。で、ここでね、初めて5つ目、6つ目でノウハウを公開すればいいわけですね。例えば、広告っていうのはこういうふうにやればいいんですよ。5つ目、6つ目でノウハウをね、いくつかにわたって、まあ、紹介すると。で、7つ目、最後のね、例えば日曜日に開いたので、まあ、日曜日に回ってくるように提案をすればいいわけですよね。7つ目、7の倍数でやるということで、7つ目に商品ね、関連商品の提案とか、まあ、紹介をすると、まあ、買ってもらいやすい。まあ、こういった順番でね、ステップメール、やみくもにやらずに、こういう順番で組み立てて、ぜひ作ってみてください。それでは今回、ステップメールについてお伝えしました。